このメニュー。時間神殿の話もあったから休もうと思ってたけど、FGO レクイエムコラボと聞いていても立ってもいられなくなった。まさかのフェイク、プロトタイプよりも、先のレクイエムコラボね。正直、うすうす来るんじゃねえかなとは思ってたよ。だってレクイエム明らかに FGO とコラボ向けじゃん。てか、配布キャラ、がわかりやすいじゃん。エリセじゃん。世界でたった一人だった、死神の魔術使い。PV に出てきたのはボイジャーの方だけど、なんとなくエリセとボイジャーは、ワンセットのサーバントになりそう。あとクラスはアベンジャーかフォーリナーだと思う。今んとこ配布されてこの2クラスだけはないしね。サーバントへの絶対死神っぽさ、ハーンミマユや黒桜っぽく。宇宙を旅してきた部分ではフォーリナーっぽい。まあ今までにないパターンだと思う。今さらアサシン増えても。って感じだし。去年グレイちゃんがアサシンやってたろ。アベンジャー時代がレアクラスだから、こっちもありそうよね。まあボイジャーは1号と2号がいるから、その兄弟分という可能性もあるかもしれんね。まあ個人的にレクイエムの良さそうなところって、魔術師じゃなくても英霊召喚できてる世界って可能性だから、なんとなくエリセとボイジャーは、ワンセットで出てきてほしい。ボイジャー自体が戦闘向けじゃないし。相方は戦闘向けじゃないけどメンタル面での成長を促されるところが、バゼットさんやキアラさんっぽいのだ。ちなみに、エリセが、キアラの娘云々はただの妄想なので、まだわからないわ。2巻が出てないからしょうがない。あと記事公用は、カリンちゃんとワンセット実装されそう。もはや珍しくなった、一冊が難しそうなバーサーカーだし。あと、結局ネタとして想定してたけどできなかった、グダさん新人類説、とか。ほら、レイジュ生えてくるし。あと、トレンド入りしてるギャロハット、オルタ。あいつは純真無垢な少女をセックスシンボルに仕立て上げる性癖があるのかというと、マシュのセックスシンボルっぷりを見てればわかることだぞ。まあギャラハット本体を出せないから、実質ギャラハットオルタの疑似サバみたいな小春を実装というのはありそうよね。一巻読んだ限りの妄想なんだけど、ホムンクルスにしてはまっすぐ育てられてきてるので、そこら辺もカルデア関係者が親子にいるのかな。ぶっちゃけゴルドルフかオフェリアが、小春の保護者なんじゃないかって妄想してる。ゴッサンの場合だとムジークさんちのホムンクルス技術があって、なんだかんだでまっすぐ育ててくれそうな人の良い魔術師だし、小春、F、ライデンフロースの F、が、ファムルソローネ、で、平行世界のキリ様とオフェリアさんの義理の娘とか、まあライデンフロースさんちが小規模な魔術師一族上がりとは聞くけど、小春の執事には何かありそうだよね。そしてセックスシンボルに。キャラハットとグダさんと関わるとセックスシンボルになる。許さんぞマッシュ。まあ、小春自体やっぱギャラハット関係者なんで、マシと何かしら、技術、面でのつながりもあるんじゃないのかなって気はする。そもそもマシュ自体がデザイナーベビーとして、かなり無茶されてる子っぽいし、そこら辺技術的なものでもちょっと気になる子だよね。そして、夏コミあたりで、ヌダさんに性的に食われる。今年の夏コミどうなるんだろうねー。あとばあちゃん実装はどうだろうなー。今年のグダグダあたりで、沖田さんファイナルやった時に赤木くんのばあちゃんが出てきそう。このスピード感、やはり鬼滅スピンオフの人。まあそういうわけで、アポ復刻でジークくんとってみんなで火の神かぐらしような。